2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く資金を集めて、投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半前先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となっております。今回土日も仕事でした。今日は12月16日日曜日ですね。買い物も行ってきましたけど、今日ね1万円ほど買い物してきましたけど、霞の方でね、スーパーでね、仕事でした。ちょっと睡眠は多いですけどね、就時間はね取らないと、毎日私の方仕事が多いもんですから、ほとんど全てが仕事です。税金の申告もね、この光熱費から電気代ね、通信料金全部 100%、勤務ということで申請ができておりますね。遊びが一個もないわけですね。普通に家で生活してるみたいなことですけれども、事実上全部仕事なんで、仕事以外やんないんでね。オンラインゲームとかサンディーゲームとかやってますけども、自分が開発するための、勉強とか、コミッションですね、いろんな情報の仕事のためにゲームをやってるんで、遊びじゃないですね。YouTuber の仕事と同じで見せるのに、これは仕事でしょ。それ以上に、自分で釣れますからね。で、それを仕事に使うということをね。例えばデパートを作るとかね。本当のデパートですね。サンディでですね。で、今できたもっと外出を良くすると。いったことで本当に見れるように簡単にショップができるような、そういうようなことを考えてね。あと映画作りですね、ゲームの、RPG 作りましてね。で、殊勲賞というかね、目標を達成していく中でね、そのストーリーの苦難とか良し悪しとかいうのを判定コンピューターで分析して、そのストーリーをねサンディーゲームから映画を作ります。自動ですね、映画の制作ですね。もう今はね映画作るに人工知能ですね。で、そのストーリーでね、オンラインゲームではお金取らないでね、タダでオンラインゲームを作りまして、で、高解像度ですね。で、そのストーリーの中で戦ったりとか、儲けたものをピックアップしてね、人工知能でね。さらに解像度、人工知能の処理で、解像度を1000倍とかね、本物と同じにしてしまうんですね。それでその映画を、上映すると。今はそういうような映画ですね、の制作方法を考えてます。私のはね音声なんかも、人工知能で人間と同じ無数にね音声が作れます。で、人間と同じ声が作れるわけですね。それでまた顔もね無限にね、人間と同じような体勢とか体ですね、から全部作れるわけですね。全部人工知能で。だから、全くアナログと変わんない、ストーリーが作れるようにということで仕事してます。だから、ゲームやってても、ね、24時間ゲームやってても、今やってませんけどね、投資の方ばっかしですけども、ほとんどね、やっても仕事ですね。全部仕事です。遊びでは一切やってません。そんなので、税金申告全部光熱費から、ね、
電気代、通信費用全部税金 100% で申告してるんで、経費になってますね。そんなことですね。で、こちらなんですけども、で、通っております。通してます。税理士の方でね、税務署の方でね、ちゃんと行って、許可もらってます。で、来年もそうですね、申告。今年の申告もそうだと思いますけど。で、今回ね、紹介するのは、この投資ですね。まあ、日曜日ですけど、まだ仕事してまして、こちらですね、ちょっとお見せしますけど、いいのが出てきました。月曜日からの投資ですね。勝率 72%。大体今ね、同じぐらいになりました。それで、実際の勝率は 81.3% なんですね。このシグナルで見るとね。こう、1週間分で分析させてますね。こう出てますでしょ、ね、こう出て、こう出て、こう出て。こう出て、こう出てね。これも負けですね。で、これは勝ちですね。ここだからね。これはね、4時から9時までの間のブランクを意味しています。この安定と同じ指数使ってます。というのはね、このインジケーターの特性上、合計8本しか1回に集計できないんですよ。操作できないんですね、表示がね。そういう関係で、8種類しかできないんで、1つにまとめてます。で、こうですね。で、16回1週間で出てて、で、これね、月曜日から投資する分析で、戦略方法を見つけ出し、戦略方法は秘密ですね、各自ね。で、この、私の考えた戦略投資、このシグナルね、こう出てますでしょ。この勝率は 72% ってことですね。で、分析はね、この設定でやってるんですね。70% 以上で15個以上投資1週間でね。で、30ピックス以上。こっから判定までの平均ピップスね。FX みたいな感じね。ここの差が、多いほど楽なわけですよね。で、30ピックス以上で分析してます。で、15個以上あって取引がね、1週間でね。で、実質は 80% 以上であると勝率を見てるんですね。13っていうのは、シグナル出てから13分後、ね、ここに判定されますよと。シグナル出たら13分後ですよっていうので分析してます。で、ハイアンドロー社ではね、まあ大体3通りありますでしょう。5分間隔ずつですから、それに合わせて投資するってことですよね。若干ずれますけどね。大体いいようですね。で、72勝。で、取引数が今回16個出てきてるんで、安定性があるんですね。再現性があるということですね。実際はこのぐらい 72% ぐらいです。先週見たらね。で、実質はこの、だから1週間前からの勝率ですよ。だけど今後の勝率ってわかんないんですよ。だからこっちの方に落ちるという。これ評価勝率ですね。72%。今後の勝率はこんな感じじゃないかというですね。で、こちらもね、2つ出てます。見つかってますね。で、ここにシグナルね、勝ちですね。これ勝ちですね。これ 81.6% ね。で、平均ピップスの利益はね、39.4 ピップスって出てます。で、7データが1週間の分析ですよ。で、13っていうのは、だから、シグナル出てから、これ13本目ね、
に安定してますってですね。まだ地震がそんなにまた落ちてきましたけどね。また今週から稼げればもうほぼ確定、半分は確定じゃないですか。次回はジェット機ぐらい買えますよ。まだ一銭も稼いでませんけどね。で、一応ライブ試験で1000投資してまして、先週10勝5敗でした。で、この海に出て、17個はあるんですね、ハイアンドロー社の場合はね。で、他の会社にも、FS 利用者どこでも、万能でじゃないですけども、買いますと、インジケーターを買いますと使えます。ね、それで、とてもいいんじゃないかなという感じですね。これ足元に置いた方があったかいかな、ね、ちょっと後でちょっと調整しますわ。足元の方があったかいね、うん、うん、それで皆様方のやり方でね、必ずこの勝率と平均ティップスを自分の戦略、このシグナル作りますでしょ。それを出してください。この実際の勝率、これ1週間とか2週間とか1ヶ月とか1年とか分析できるんですよね。前から現在までね、過去わかんないですけどね。それで勝率のいいのをね、次からわからないけれども同じように投資してみるとね。そうすると実質 90% でも 81.6% になりますよと。今私の、ね、評価分析、ね、それと実際の勝率、これ1週間前からのこのシグナルの勝率は 90% なんですね。で、20回取引できますから2回ぐらいしか負けてないんですね、20回のうちね。20回投資して2回ぐらいしか負けてないんですけども、今までの勝率なんで今後わかんないので、81.6% ぐらいじゃないかということですね。先週稼いだ勝率が10勝5敗だったから、70% ぐらい、75% ぐらいでしょ。ね。だから、同じぐらいじゃないかと。これは特に勝率いいやつだからね。こちらの方は、ね、こちらの方は72% ですからね。そういうのが75、総合で 70% ぐらいじゃないかと。ということですね。そういうことで、うん、ちょっと置いとく。ちょっと一時ですね。私がね、2016年にね、1位になった、これは私の顔なんですけれども、1位の数字でしょ。で、このようにね、2016年、日本一から、ね、世界一になった時ですね、このように上がっていったんですね。こうですね。で、2つこの場所を設けてましてね、資金、莫大な資金をね、動かしてました。で、一億円でも1回にね、投資できたもんですから、ハイアンドロー社はね、だいたい100万とかそんなもんでしょ。だから1億円ぐらい投資できたんです。で、これがね、ID 2つだから持ってたんですけど、この 1位の方では、5000万円ね、これで5000万ですね。1、10、100、1000万、10万、40万ドルですか ?1、10、100、1000万、10万、40万ドルかな。だから、
5000万ですね、これだけでね。だから5000万で、了解得ると、投資資金この金額で了解得ると、1回に、5000万投資できたわけですね。今1000円でやってますでしょ、試験でね。私の、こちらの方でね、やってますけども、濱岩先生の成績だけど1位と。で、こういうような成績であったと。ね、5000万ですからね。だいぶ桁が高いでしょ、ね、これ、ランクなんだけど。ね、パフォーマンスですね。これはちょっと関係ないけどね。パフォーマンスね。こういうね、すごいでしょ、これ。成長率が。ね、こういうね、投資してたんですね。すごい増えた。僕のところに投資したらみんなね、億万長者なんですよ。僕のとこ投資したらみんな億万長者ね。この当時ね、私やっててね。これ全部投資して、全部買って負けは全然ないんだわ。積んでたらもう億万長者ですよね。すごいでしょ。これもうちょっとどんどん上がっていくんですよ。これちょっと前の段階でね。ね。何度も資金1億円投資したらもう10億円になっちゃうわけです。ね、私の投資戦術はね。それが世界バイナリーオプションスペシャリストの地位なんですよ、私の先生のね。ね。このようにね。1位ですね。2つ ID 持ってるんですよ。で、1億円近く投資したんだけど、ここでは5000万ですね。バイナリーオプションだから、FX じゃないからすごいんですよ。あ、その資金をそのまま使えるわけですから、5000万をそのまま投資するわけ、私が。ね。で、もう一個あるからまた、5000万、ね、資格を、そのまま投資は1億円投資するわけ。で、1日に何十回でも何百回でもいいわけです。1億円。1億円を、ね、100回でも1000回でもね、相手が OK だったらね、この資金全部何回でも投資できるんです。で、こういうふうに成長して、1位ですね。これ、日本ランクじゃないですよ。世界1位のランクですよ。東洋というか、ね、日本代表とか何十カ国もあるわけですよ。20何カ国とか25、ね、50カ国とかあるわけですね。ね。日本からは世界一になる。ね。これ見て、これね。結構多いんですよ、これ。競争は。とても1位なんてなれないですよ。フォローでも560人ってね、入ってるんですけどね。ね。何人ぐらいいたかな。8000とか8万人ぐらいいるんですね。ね。ここに参加してるのは。それで、全100位が表示されるのね。この表に100位まで、1位から100位まで投資されるわけですね。で、こちらですね。これは現在の2018年の進んだ投資方法ですね。この投資方法が、こうですね。先週の分析はこうでしたよと。ね。
こうでしたよって。こういう勝率でしたよって。ね。ここはブランク休みですね。4時から9時までの間。4時から9時までの間。ね。金曜日で今止まってますけど、土日は休みだからね。ここに収納が出たら、ね。これ、ここに書いてる13分後。判定ですよ。これは1日1回しかシグナル出てませんね。この間ね、ここだからね、ここは1日の間ですね。で、平均利益ピップが 39.4 ピップスですね。実質は 90%、 評価勝率は 81.6% ですね。これ21時59分金曜日の最後で終わってます。土日休みだからそう止まってるんですね。ということですね。お分かりになられますでしょうかね。で、これで成功すると次回を売るときは30台ぐらい買えるんじゃないかなっていう、まあ実際買うの豪邸ですね。で、頑張って、まず、アマゾンさんとビル・ゲイツの資産を、まず同じぐらいに頑張ろうと。投資家の参入の方も、ね、お前忘れちゃったけど、同じに並ぼうと。というふうに考えてやってんですね。ちっちゃいのは全然、ね、話にならない。ダメですよ。50億とかね。50億ぐらいとか100億ぐらいの稼ぎ、全然問題ない。私、会社、ジェビッシュホールディングって会社作ってるでしょ。大会社。あれで資本金50億円ですよ。もう、稼いでますからね。ご飯が食べたのね。チャーハン食べようと思ってさ、うん。で、このように、今状態で2つ分析出てますね。これ左側で分析させたんですね。で、月曜日投資する、ね、勝率はこのシグナルで、ね、1日1個しか出ないですね。せいぜいね。少ない時はね、1日出ないかもしれないし、まあ2つで1個ぐらいじゃないかな。先週15個で、で、ちょっと厳しくしたんです。だから10個ぐらいしか、今週はシグナル出ないかもしれないですね。特に負けにくいように、設定しました。まあ、10勝5敗だったんで、で、ライブ投資での試験投資だったからね、非常にしっかりしてる試験でしたね。いずれか、ね、100個のバイナリーオプションの口座で100個取引して、ね、500万ずつ稼ごうと思って、一つの口座で月ね、500万でしょ。いろんなバイナリーオプションの会社あるから100個かけますでしょ。と、これ1000万だから5億円ですね。1000万。ん？ちょっと待って。500万。500万かける100個ですよ。50億円か。そうしますと、月50億円稼げるわけですね。月50億円。100個でしょ？バイナルオプションの会社を100個。ね。で、投資で月500万ぐらいにしとかないと、閉鎖されちゃうんで、あんまり稼ぐと。月ね。月一つの会社で500万までにしとくわけですね。それで100個投資しようと。ね。だから、50億、月給が50億円ですね。ね。それで、50億だから、ね、
50億×12って年収600億、所得が600億円年ね。で、ガンブラと600億だろう。年600億。ファイナルオプションで600億稼ごうと思ってます。年収。600億だから、まだダメだな。600で、だから。1000億円で1兆円でしょ。100年かかるね、まだ。ビル・ゲイツぐらいになるのね。100億ぐらい稼げて100年かかるね、まだ。で、他に考えましょう。ね、まだ、ビル・ゲイツぐらいになるまでに、まだ100年かかるんで、100億稼いだって、100円で1000、1兆円年間稼いだって、まだ歯が立たないな。ということですね。まあ、他に FX の方でも頑張りますからね。かなりきついですね。まあ、そんなことです。どうもありがとうございました。半間先生のこの、これ戦略方法は表示されてないですよ。秘密ですよね。ここにありますけど、ね、勝率が出てたりとか、投資数が出て、平均ピック数が出ていますね。で、実質 90% であるというふうにね、このシグナルね、出てますけど、戦略方法は何もテクニカル分析出てませんでした。これは秘密ですね。隠してます。ね、これ、シグナルいっぱい出てますけど、戦略方法秘密です。これ秘密です。ね。で、この戦略方法を自分でまず考えるんですね。どうやったら勝てるかなというのにね。いろんなテクニカル分析を見たりとか、自分でオリジナル作っていくんですね。要するに。おもちゃのダメですからね。おもちゃのダメですからね。それで組み合わせて作ったんです、私が。こういう勝てるシグナルがね、完成されたんですね。それで、こういう勝率であると。で、皆様方は、まず肝心なのは、自分で作ったシグナルかでね、本当に稼げてるのかっていうことを、こういうふうに表示できるように、ね、すぐに、ね。これを作ってもらって、作んないとダメですね。即わかんないでしょ。自分の、本当に勝てるかわかんないでしょ。本当に勝ててんのかって、とにかく、今後わかんないけども、現在までね、前から現在までの勝率、このように出てるわけ。出せないと、ね、わかんないですから、これを作ってもらって、各戦略でやっていただく、ね。ね。みんなそうやってます。このように勝率ね。稼ぐ方法は、まずこれが大事です。自分で作ったこのシグナルね。ね。これでテクニカル分析でこうシグナルを出すわけです。ね、それでこの表示も即出てる出すでしょうですかね。ね、これ大事なんですね。で戦略はね各自の防衛ということでね投資稼げなくなりますから各自ね秘密にし合うようにということでねマナー情報はね。各自で考えて稼いでもらうって言って教えたら潰れちゃいますから大勢使うとやっぱ稼げなくなっちゃいますから何も教える必要ないしね戦略をね各自で見つけてもらえばいいでまた戦略破れますからちょくちょく、ね、稼げる戦略に、ね、バージョンアップしていかないとだ簡単には通じません戦略、まあ、時代時代によってね年々によって、長く続かないことが多いです。ね、それで、
この戦略分かればもう稼げるわけですけども、その戦略はお金をあげるようなことにもなります。汚職なんですね。ということで、禁止となってます、法律的にね。教えちゃいけないんですよ、稼げるし、戦略を教えると汚職になります、お金をあげることになりますから、違反、法律違反になります。捕まお縄になっちゃいますよ。で、肝心なのは自分でこういう戦略を見つけ出したらシグナルね、稼げる、でこの勝率を出させるインジケーターを作りましょうということが大事なんですね。この勝率が分かればもういちいち見る必要ないでしょ。こう数えてね、勝った、どの程度勝率だって計算する必要ないですけど、パッと一瞬にこれもう出るわけですよ、勝率が。このシグナルのね、ここ出てますけどね、あ、これが大事なんですね。で、あとこれ17通貨も見てるけど2個しかありませんよという厳しさをご存知ですかということですね。そう簡単に稼げないです。17通貨見て調べて2つだけです、通貨ここは稼げるのって。私のはね、戦略方法はね、他の人は分かんないけど、私のまだ見つかってないんですよ。全部の通貨国でね、稼げるっていうの出てこないですね。出てこないですね。今のとこ2つだけですね。ということですね。